ットボールファンの皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。鹿島アントラーズ対東京ヴェルディ、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気象情報です。現在気温は28度、湿度が 53%。 よく晴れました。我々のいる場所でも結構暑いんですが、この気温はどうなんでしょうか。そうですね、選手によってはスタミナ切れの心配もあるでしょうけど、まあそんなに悪いコンディションではないと思いますよ。さあ、キックオフまであと少しです。キックオフです。どういった展開になるでしょうか。山本、右、伊藤も簡単に奪われてしまいます。中田、取り返した。高原、右サイド、森、戻す、山本、ふわっと浮かせてきます。面白いボールですよ。頭で押し返す。田村、安西、ファールですね。主審が選手に駆け寄る。ここでカードか、イエローです。イエローが出ました。硬い守備、戻して左、一人駆け上がっていきます。左サイド、おっと抜けていきますね。いいですね。ダイレクト、大きくバーを越えました。さあ北澤さん、少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所ではありませんか。そうですね、ここはねリズム変えようとしたのかもしれませんね。青木、さばいて、山村、山本、中田、来た、素晴らしい。鹿島、まずは先制ゴールを挙げました。見事なキック、サポーターが沸いています。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね、ご覧のように画面にはリプレイが出ています。しかし見事な先制点となりました。鹿島としてはこのゴールで少し余裕が出ましたよね。さあ鹿島先制しています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね、ちょっとしたことでまた動きますよ。戻して、ふわりとしたボール、通るのかこのパス、ポスト直撃、これを奪い返した。
そのまま打つ。もったいない。センターフォワード、ダビー。前半15分が経ちました。センターフォワード、高原。カウンターですよ。勝っています。いい守りです。前線に送られる。これは長すぎました。ここはよく守りました。本山、中田、さあ鹿島、立ち上がってからもう1点をリードしているんですが、いかがですか。いい形で攻めてますよね、立ち上がりから。はい、このままね、行くかもしれませんよね。おっと、ゴールなりません。大きなチャンスでしたね。残念です。鹿島、決定的ともいえるチャンス逃しています。青木、野沢、右サイド、鹿島、中央上がっていきます。上げてくる。おわっと来た。もう一度来た。取り来た。これはクロスバーよりわずかに上。いやー、それにしても北澤さん、最後はドリブルで持っていきましたね。そうなんですよね、ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。ボールを奪います。遠藤、ヴェルディ、今のところ1点のビハインド。ゴール、2点目。鹿島、大きな追加点。右足で決めました。しかしいいところで決めてきますよね。そうですね、画面ではリプレイをご覧いただいています。鹿島、前半ですが実力差を見せつける形になってきましたね。見事ですよね、点も与えてませんし、やはりバランスよく見えていますよね。鹿島としてはうまく流れに乗ったという感じでしょうかね。はい、しかしここで差を縮めておきたい。ベルディ、手元の時計では30分が過ぎようとしています。ダイレクトパス、読まれた。戻す、山村、青木。さあ北澤さん、鹿島、さあ30分が経過しました。この時点で2点のリード。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、中盤の対応が少し遅くなっているように見えますね。これを決められない。キローラン・コリン、パス交換、前線、さあこのボール、折り返しか、来た。ヒローランナイル抑えました。
前線へ預ける。これは合いませんでした。左サイド上がっていく、誰に渡すのか、シュート、パンチング、クリアです。青木、ボールが渡る、浮かしたボール、これは通りませんでした。キローラン・コリン、右、一旦下げます。もう一度ダビー。前半40分が過ぎました。中央から上がっていく、渡ります、山本、安西、固い守りです。遠藤、山本、左サイド駆け上がっていく、いや自分で持っていく、ヘッドで弾き返した。センターフォワード、高原、ここからカウンター早いでしょ。トリッキーなシュート、フィスティング、庄司、西、本山、杉本、笛が鳴りました。前半終了です。前半が終わりました。現在2対0です。さあ後半スタートです。エンドが変わって右に鹿島、左にヴェルディ、キローラン・コリン、ファールに合います。中田、ここで主審に呼ばれている。中田、レフリーから注意を受けています。ヴェルディボールです。さあシュート、惜しい。しかし北澤さん、今相当長い距離を走ってきたんですよね。そうですね、ただ最後ちょっとボールの置きどころがね、伸びてしまいましたね。前線です。山村、送って、中田、山村、鈴木、中央から持って上がります。つながりません。中に人がいる、おっと前に3人上がっています。流し込んで、あー、これはヴェルディ、クロスから、そして頭で合わせるという攻めを見せたんですが及びません。そうですね、素晴らしい形作りましたね。下げて鈴木、野沢、スペースを狙います。裏狙いましたね。森、ワンタッチで奪われます。駆け上がっていく、戻して上がっていく、左サイド、安西、青木、
ボールを奪う。右サイド上がっていく高原、パス、さあサイドから、おっと危ない、これを決めることができません。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。ヘッド、中田、このパスはオフサイド取られましたね。いやいやね、オフサイドラインの気配りがね少し足りませんでしたね。後半の15分を回りました。ドリブルで駆け上がる、西、庄司、山本、どうだ、組み立てる、中に2枚、いいポジショニングだ、この辺り素晴らしい。ファールを取られます。ここで選手の交代があるようです。さらに前線、ボールが渡る、ボールは渡る、シュート、守りが固い、長すぎました。野沢、中央上がっていきます。中に誰かいます、よく守ります。届く、田村、待っている、何としても押し込みたい。ヴェルディ、ここはクリアされます。左からのチャンスになる、いいディフェンスだ、青木、鹿島、やはり前半と比べるとちょっと勢いが落ちてきていますか。ちょっとはっきりしないプレーが続いてますよね。なるほど、またチャンスとなる、チップキックでのシュート、右からのコーナーキックになります。ここで選手の交代があります。頭で合わせた、ゴー、3点目、後半30分です。鹿島、勝負を決めてきた。セットプレーものにします。素晴らしいヘディングです。本当にね、ちょっとしたことでこうなってしまうんですよね。一方的ですね。さあ鹿島、2点、そして3点目をものにしています。さあ鹿島、3点差をつけています。ヒローランコリン、ボールを当たり、
よく守ります。預けてパスです。本山、西、両チームここでメンバー交代のようです。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。福井、沢井、ここからどうする。よく守っている。左、真ん中から上がっていこうというところ。田中、素晴らしいディフェンス。ボールを奪う、抜ける、一人で持っていく。田村、奪います。お、いいでしょう。野沢、さあ左へ預けて、田中、前線へ、遠藤、庄司、オフサイドですかね。ここですよね。ちょっと戻りかけてたんですけどね。ここで選手の交代があるようです。バックパス、このボール浮き球で狙ってきます。ちょっとこれは大きすぎました。いいとこまで行ったんですけどもね。ヘッド、これは合いません。戻す、安西、試合終了、3対0、鹿島、見事大差で勝利を得ました。それにしても北澤さん、今日の試合ですが、どのようにご覧になりましたか？